東海大新交通東海大線。東海大線は、かつて、愛知県小牧市のほぼ中央部にある小牧駅から、同市東部にある東海大ニュータウンの東海大東駅までを結んでいた、東海大新交通が運営していた、エイジティ路線である。愛称は、一般公募から選出された、ピーチライガー。1991年3月25日に、開業したが、 わずか15年半後の2006年10月1日に廃止となった。小牧市のほぼ中央にある市街地と同市東部に広がる東海大ニュータウンを結ぶ交通機関で1991年より2006年まで営業していた。小牧駅小牧現役間は名鉄小牧線の同区間と並行し、小牧現役北側で同線を西から東へまたぎ、 その後国道155号線上に設けられた高架軌道により東下台ニュータウンへ向かう。その後は県道明治村小牧線をたどり、市の丘信号の直前で方向を変えて道地を反周し、中央自動車道を東下台バスストップ直前でまたぎ、東下台東駅へ到着する。なお、奇襲天駅である小牧駅と東下台東駅にあるループ線を回って折り返す仕組みのため、 営業運転中の車両は一方向のみに進む。駅員は小牧駅と東海大センター駅の二駅のみに配置され、残りの5駅は無人駅、有人駅にのみエスカレーターとトイレが設置されていた。東海大センター駅のみが地下にホームがあり、残りの6駅は高架駅。すべての駅にホームドアが設置されていた。東海大東駅が 終着駅となっていたが、計画では JR 中央本線の構造寺駅まで延伸する予定で、一部区間は用地確保がされ、終端ループも分岐側に設置されるなどの準備がなされていた。しかし、多額の負債を抱えていたことと、延伸には県の資産で約1000億円と多額の費用がかかることから、計画は凍結された。すべて小牧東家大東間の運転で、 昼間以降は、おおむね20分間隔だった。ワンマン運転を実施。採用されていた車両は、100系電車のみである。先頭車と、最後を車各1台と、中間車2台の、計4両固定編成で運行。全駅とも、乗降口が、進行方向右側のため、車両の乗降扉は、右側のみに設けられ、運転席も先頭車のみとなっていた。 最後尾の車両には車両基地からの改装時に使用する簡易運転台を設けていた通常はカバーで覆われ格納されているこの他にも軌道保守や工事に使用される事業用車両モーターカート無害者が車両基地に常駐していた SF カードとして全線でトランパスが利用可能だったただしコストを抑えて導入したため 他のトランパス加盟学者局とは異なる点がいくつかある。東華大新交通東華大戦の利用状況を記す。なお1991年3月25日に開業したので、1990年度は7日間だけで、ある。全駅愛知県小牧市に所在。開業以来利用者数が予測を大幅に下回り、一度も黒字になったことがなかったため、 多額の累積赤字を抱える結果となり、開業15年目、2006年にして廃止が決定する。累積赤字の原因としては、以下が挙げられている。2000年4月に、東海大新交通は、経費削減、リストラなどの経営改善計画を策定する。その後愛知県と小牧市は、約10億5000万円の追加融資を行った。 そして2003年の上、飯田連絡船会通と、前後して行政と共に、以下のような様々な方策が行われた。これらの経営改善計画によって、総額8億5600万円の経費削減を実現する。また利用者数も1日あたり、延べ人数で1000人近く増えることとなった。しかし、運賃の値下げが原因で、運賃収入は、ごくわずかしか増えず、 赤字は増える一方だった。2004年7月、愛知県は有識者による東海大戦のあり方検討会を組織する。この会では存廃を含めた議論が行われた。2005年3月、同会は提言をまとめ、愛知県に提出する。その内容は、存続のために愛、地球博の愛、地球博戦で採用された、自給動式無機上交通システム。 IMTS へと運行システムを切り替えることで、システムを切り替えることで運行を無人化し、人件費の削減を図ることを狙ったものだった。しかしこの案は、その後同会が出した資産よりも実際にはさらに費用がかさむこと、さらにシステムの開発元である、トヨタ自動車での開発が遅れている子などから、事実上頓挫してしまった。なお同会では、この他にも、 現行車両で自動運転か、現行車両で二両編成か、現行軌道で走るバス車両、ガイドウェイバスかなど様々なシステムへの変更が模索された。しかしいずれも車両の開発や設備の改修に巨額の費用がかかることから上記の IMTS への切り替えが提案された。同年12月、愛知県が東海大線の営業を停止し、 事実上廃止する方針を固めたと一部報道機関で報じられる。また代替交通機関としては路線バスの運行を想定しており、2社に運営の打診が行われているとも報じられた。一方新たな問題として2006年1月に行われた住民説明会で10日台ニュータウンの整備費用の一部115億円が 東海大線の建設費用に流用されていたことが明らかになった。結果的に東海大ニュータウンにある分譲住宅の価格や賃貸アパートの家賃には東海大線の建設費用が上乗せされていたことになる。この問題については、後日の東海大ニュータウン整備費用の流用問題に詳しい記載あり。またこの回で愛知県側から出された存続のための提案は、 次のようなものだった。そして次のような試算も示された。同年3月28日、愛知県と小牧市は存続のための支援を断念する旨を発表。また同年9月をもって廃止することを正式に発表した。廃止は10月1日、最終営業日は9月30日となった。約300人が出席した2006年1月の 住民説明会と約200人が出席した2月に行われた沿線住民との意見交換会では存続を求める人たちが多数だったため廃止に反対する意見が多数出た。このことで小牧市議会議員と地元地区長は愛知県に対し廃止の結論を延期するよう求めた。その後小牧市長も愛知県知事に廃止の結論延期を求めた。 しかしこのような動きとは、対極的に、沿線住民の手による、存続運動や、利用促進活動は全く行われなかった。さらに新聞には、東華大新交通常無取締役の談話として、住民からの廃止に関わる問い合わせや励ましの電話も一本もなかったという発言が掲載されている。なお2004年7月に損廃を議論する検討会が立ち上げられた時も、 2005年末に一部報道機関によって廃止決定と報じられた時も沿線住民の手による存続運動や利用促進活動は行われていな。2006年4月28日、東海大新交通株式会社の株主総会が開かれ、廃止が決議され、廃止が正式に決定される。同年6月7日、愛知県は国土交通大臣への廃止許可申請を行い、 同年9月5日にその許可が下りる。東海大戦の累積赤字は2005年度分までで65億円以上である。そして愛知県は東海大戦の建設にあたって国から得た補助金約89億円の内限化償却分を除いた約38億円の返還を国土交通省から求められている。また愛知県と小牧市は 株主の企業17社に対し、約13億円の再建放棄を求めている。東華大ニュータウンと小牧駅を結ぶ路線バスであるピーチバスが廃止前の同年9月19日から運行を開始している。このバスは、開通当初の慣れない利用者の情降や、朝のラッシュ時の渋滞、国道155号の渋滞などの理由で予定していた。 到着時間よりも遅れるなどの問題が生じている。しかしその一方で、運行会社である青い交通には、ピーチライナーと比べ家の近くから乗れるようになり、便利になった、夜は、ピーチライナーよりも早く、家に着くようになったなどの声も寄せられている。また、廃止当日の同年10月1日に、名鉄バスは、ニュータウンと JR 春日駅を結ぶ路線バスを新設している。 他に、既存の名古屋市内行きの都市間、高速バス東下大線を増便させている。JR 葛西駅へと向かう、東下大ニュータウン住民は多い。また、道路線バスは、途中、東下大ニュータウン住民が多く利用する、葛市民病院の前で停車する。都市間高速バスは、栄駅や名古屋駅前に停車する。 東海大線経由とこのバス経由で同駅への移動を比較すると高速バスは料金が安く時間も早く到着することに加え乗り換えの必要もない。そのため東海大ニュータウン住民には同駅へと向かう交通手段として人気を博している。そのためニュータウン住民の一部には東海大線が廃止になってむしろ便利になったという人もいる。 十海大船の建設計画段階での需要予測が国鉄などの競合路線を全く想定していないものだったことが2005年11月に行われた名古屋大学大学院の森川隆之教授の調査で明らかとなった。それによると愛知県が建設計画時に行った需要予測では1979年は最大1日3万人東海大ニュータウンの人口予測が 過法修正された1983年は最大1日約2万人とされていた。どちらも沿線住民が名古屋方面への移動に用いる公共交通機関は10日台線のみという前提に基づいたものであり、それ以外の手段が想定されていなかった。一方実際の利用者数は1991年の開業年度が1日3281人。 計画段階の1日9300人を大きく下回った。なお、この時の計画人口は14800人。実際は前年に15000人を突破している。さらに翌年には1日3000人台を大幅に割り込み、どんどん利用者数は減っていった。計画段階では、東課題ニュータウンの事業終了予定だった1998年度は、 1>, 1日2547人で、計画段階の1日2万人を大きく下回った。東華大ニュータウンへの移住人口が、当初の計画の4万人を大きくした回、実際には2万5000人だった。そして開業10年目の2001年度には、1日2182人まで落ち込んでいる。参考までに、国鉄再建法に基づく特定地方交通線、廃止基準の一つは、 輸送密度が4000人、日未満である。十日大戦は、最大でも、開業初年度と2005年度の約2600人、日と、開業から廃止になるまで、一度もこの基準を上回る、ことはなかった。森川教授は、愛知県を批判するとともに、黒字計画を出さないと建設に許可が出ないシステムにも、問題があると指摘している。森川教授の批判に対し、 愛知県は調査はきちんと行われたと主張している。需要予測に関しては、愛知県が発行した書籍、東海大戦建設紙と愛知県と小牧市と東海大新交通が作成し2006年1月に行われた住民説明会で配布された資料、東海大戦への新システム導入関する検討状況では、数字が大きく異なる。 前者では最終的に1日2万人とされているが、後者では1日1万2千人となっている。東華大ニュータウンの整備費用1,112億円の一部、115億円が、東華大線の駅や周辺整備事業の費用に流用されていた。この額は、東華大線の建設費用313億円の約3分の1にあたる。この問題は以前から、 愛知県議会や小牧市議会などで指摘されていたようだが、公になったのは2006年1月の住民説明会の時である。ニュータウンの整備費用が流用されたことで、販売された住宅の価格には、東海大戦の建設費用が含まれていることになる。その額は、日本共産党小牧支部の試算によると1個あたり、約100万円。一方、賃貸アパートの場合は、 家賃に上乗せせさされれる形で10日台線の建設費用を負担させられていたことになる。この問題で焦点となっているのがニュータウン整備の範囲を規定した法律である。一部の議員はニュータウンと東海大戦の建設費用は全くの別物。整備の範囲を超えている。明らかに法律違反だと主張しているのに対し、愛知県側は東海大戦の駅なども当然、 ニュータウンの一部として考えられると主張している。愛知県は高貨に関しては、他への転用は非常に難しいが撤去に莫大な費用がかかることから、当初、撤去はしない方針とした。そして2006年12月、高貨の活用策を検討するための有識者による検討会、東海大線インフラリ活用懇談会を設置した。同懇談会では、当初、 東海大戦廃止前に東海大戦のあり方を検討した有識者議、東海大戦のあり方検討会にも参加した岐阜大学の竹内電子教授らが同検討会で提言として出した効果を使った公共交通機関の整備案に固執。同検討会で一度検討し、いずれも東海大戦の継続以上の費用がかかるとして、否定された公共交通機関の整備案を再度検討した。 しかしいずれも、巨額の費用がかかることや、ガイドウェイバスに関してはバスを走らせるに足る十分な車幅を確保できないことから、方針を転換。小型自動車のみ、通行可能とする小型車用道路を高架上に整備し、高架下の国道155号にバスレーンを設ける案を2009年3月に提言としてまとめた。しかし同提言は巨額の費用がかかることなどから、 結局採用されなかった。また地元である小牧市の中野直樹、当時市長からはどこに出入り口を作るというのか、小牧市の職員からありえない案だなどと批判を浴びた。その後しばらくこの問題は放置されていたが、2015年に愛知県は全線撤去に方針を転換。同年10月、中央自動車道場にかかる部分の効果を撤去する工事を開始した。 2016年9月に同部分の高架の撤去は完了。2017年度には小牧駅部分の撤去工事を始める予定。なお全線撤去は15年程度で完了させる予定で、総工費は約100億円を見込んでいる。また、運営会社である東海大新交通の本社建物や同線の車庫は2007年11月から撤去工事が行われ、 すでに撤去が完了。本社敷地の一部は駐車場となり、一般に貸し出しされている。愛知県は、東海大線の建設にあたって、国から約89億円の補助金を受けている。そのため国土交通省中部運輸局から、原価償却分を除いた約38億円の返還を求められている。それに対し愛知県は、補助金は目的通りに使われたとして、 変換の免除を求めている。愛知県と小牧市及び名鉄は総額32億8000万円の再建放棄を生産会社となった東華大新交通から求められている。内訳は愛知県が約31億4000万円、小牧市が約1億3000万円、名鉄が1000万円。また筆頭株主である愛知県と小牧市は その他株主の企業17社に対して約13億円の再建放棄を求めている。愛知県小牧市名鉄の最終的な再建放棄額は金属スクラップの売却益が予想を上回ったことから当初の額より少なくなり合わせて31億761万円となった。なお、生産会社たる東海大新交通は2009年4月に 特別生産集結の決定が確定し、完全消滅している。廃止後の2007年2月、小牧市長選挙が行われた。立候補したのは、現職の中野直樹、当時3期目と、元、愛知県尾張建設事務所長の荒川港。そのうち荒川港は、東海大戦の廃止は、市民の支持が得られていないとし、東海大戦の復活の検討を、選挙公約に掲げたが、 市民からの指示は得られず落選した。乗車券などに、この路線独自のキャラクターが採用されていた。以下は、そのキャラクターの名称と特徴である。東海大線の廃止を記念して、乗車券と入場券のセット、最終日限定の1日乗車券が発売された。また、小牧市内の郵便局では、東海大線の写真を用いた台紙に切って、 東海大戦と無関係の図柄をつけたセットが発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。